れだもん。ごめんなさい。吉岡一門を上出さない。相手になる。無益なことです。この上は吉岡清十郎先生に言ってお願いいたすのみ。四条の吉岡家の使いでござる。若先生と当時殿は参っておりませぬか。知らぬ。いや、参っておるはずでござる。隠れ遊びの先へ心ない技とは承知しておりますが、道場の一大事、吉岡家の何も関わることと。やかましい。ではお取り次ぎでよろしい。作州の浪人宮本武蔵という武者修行の者、道場に立ち寄り、門弟たちに立ち向かえる者一人もなく、若先生のお帰りを待とうと頑として動かずにおりますゆえ、すぐお帰り願いたいと。宮本武蔵。ダメか。どうしたのだ、この貴様は。何をしていたとはお手前のことだ。若先生を一人誘い歩いて、バカもほどに下がよい。何だと。やかましい。そんな内訳喧嘩より若先生が帰ってきたなら、早く今日の無念話をしてくれ。いいか、頼むぞ。助け。浪人者は。お帰りを待とうというキャッツの言葉に任せ、あの一室に控えさせてあります。道場に連れてこい。はっ。待て。早まるな。こっち来い。騙し討ち。そんな卑怯な手を使っては清十郎の名が立たぬ。たかの知れた田舎武芸者に恐れをなして多勢で撃ったと世間に言われては。勝って名誉な敵ではなし。若先生が手を下すにはもったいないと一同が申すのでござる。とにかく生かして返すは、それこそ後藤家の恥。宮本氏、お待たせいたした。お顔を拝借願いたい。いないぞ。おれおれ、逃がすな。逃がすなよ。逃がすな。おい、来たぞ。おお、待て。引き込むろ。待て待て。人違いだ。お、この男ご存知か。よもぎの寮という茶屋の奥で。この間に武蔵を逃してしまう。手分けして、せめてキャスの泊まっている宿先でも。よし、先生。もしもしもし。なんだ。しばらく道場に来た武蔵という者はいくつくらいでしたか。年など知らん。手前と同じぐらいじゃございませんか。まあそんなものだ。作州宮本村と申しましたか。相国は。あさよ。武蔵とは竹蔵と書くのでございましょうな。うるさい。用もないところをうろつくと、また今のような目に遭うぞ。そうか、やっぱりそうか。武蔵と名を変えての無茶修行か。竹蔵。だが今会うのは面目ない。俺にも
意地はある。